なんか弱っちまうよな。いきなり変わられてもさ。ありがとうございます。病院代風間さんが全部出してくれるって。院長が心配いらないって言ってたから。まあ心配いらん、気にもするな。風間さんって何なんだろうな。ヤクザなのにすげえ人だよな。なんか俺卒業したら風間さんの下に入れてもらおうかって。堂島組、風間さんの役に立ちてえってか。じゃあまだずっと一緒か。親父がヤクザだったろ。俺最低の、撃ち殺されちまった時も当たり前だお前なんかって。ガキの頃はヤクザにだけは絶対ならねえって思ってたけど、そのヤクザの世話になって今まで。ほんとヤーさんかよって感じだよな風間さん。俺もお前もユミもみんなヤクザに親殺されちまったけど。まあ俺んとこはてめえで合戦ひねって。でもヤクザに追い詰められてんだろ。前言ってたぜ風間さん。ヤクザにも2種類いんで、好き好んでヤクザになっちまったバカと、ヤクザにしかなれなかったバカ。まあそうしかなれなかったんならせめて少しはまともなヤクザに
ならねえもんかな。あんな親父の世界に生まれてこんないい人に出会えたってのはこれも運命かもしれねえ。いつ頃決めた？本気には半年くらい前か。先に決めてんじゃねえよ、いっつも。なあ、お前、桃を掘るとしたら柄は？悪い。あ？先行っててくれ、忘れ物。なんだよ。何忘れたんだよ。お守り、お前は一人じゃねえ。俺らはずっと一緒にいる。そう思ってろ。やべえ、見つかっちまった。何やってんだよ。しょうがねえな。で、なんだ。あ、さっき言いかけたのはモンモンフなら何がいいってよ。リエ、あ、リエだよ、リエ。こいつらがお前のせがれたちか。はい、しばらく私の下に置いてきっちり教育しますんで。よろしくお願いします。元気をやれよ。はい、はい。